ルチャンネル。リアルくん。すっごい久しぶりですね。そうタイミング、なんかベルが行くコース、はい、自分で行きたがるコースが毎日バラバラになっちゃって、はい、そうなんですよ。あ、すいません。やったーベル。ねえ、涼しくなったね。前回よりかはあれですね。あ、そうですか。逃げなくなったね。逃げるくん、久しぶり。あんだけピンピン逃げてた。動画でしか見てなかった、はい。蹴らないでよ、ベルちゃん。苦しいよね。苦しいよね。でもベルずっと尻尾振ってる今日。かっこいい。遊ぶ気？遊ぶ気ベル。あ、カブカブしてる。カブカブしてる。一丁前に。遊ぼうよって言ってるよ。あ、始まった。始まった。あ、でも全然変わりましたね。変わりました。慣れたんでしょ。慣れましたね。そうですね。で、多分自分もちょっと大きくなって恐怖感がちょっとなくなったのかもしれないですね。圧倒的に前リゲル君の方が大きかったんで。逃げるのは前と変わんないの。リゲル君が立ち上がると逃げる。ね、微動だにしない。優しいんだよ。尻尾がすごい。嬉しい嬉しい。筋肉すごいよ。触った？筋肉すごい。筋肉しかない。すごいよ。あ、かわいい。いいね。全然もう手かけちゃった。大丈夫大丈夫。こんなん優しいね。口開けないですね。開けないですね。本当にあの最初はもうとにかく逃げようとしてましたけど、結構なんか近くにいるのは全然いい。ランド信頼されてる。そして忘れられてなかった。またドアを開けるように見えるミミズですか。またミミズですか。ミミズです。もう嫌なんだけど。またミミズ。ミミズの死骸先から食べてる。口開けないようにしつけるって難しいですよ、ね。でもやっぱり人間とこうおもちゃで遊ぶ時もやめる時とこういつまでもこう。感じをやめさせる。飽きる前にやめたりとか、そういう感じですか。でも、半年一歳になるまではもう遊んでもらってもガブ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 してる。これ噛む力が強いんで。そうですよね。甘噛みが。香りが。そうですよね。怪我しますよね。あ、すごい匂い。